こんにちは、フィーフィーですえ。北京オリンピックの外交的ボイコットを後押しするような情報が流れてきましたえ。中国の国内の少数民族や香港への人権弾圧を理由に、今各国が北京オリンピックの外交的ボイコットを検討しています。 でそんな中で中国の人権問題に関するある文書が流出してこれを欧米のメディアが大きく報じていますこの文書ですが驚くことに習近平主席をはじめとする中国共産党の指導者たちが中国の少数民族の弾圧に関与していることを示す文書だというんですでこれがこの文書の内容が今回公表されたと言います まあ中国が国ぐるみで共産党の指示のもとで人権弾圧をしているということは分かりきっていることで何を今更と思う人もいるかもしれませんが中国政府は世界中から人権問題を追求されても調査を拒み続けていてしかも人権弾圧は中国で一切行われていないとカくなにこれを否定しているんですね だからこうして証拠として中国共産党による少数民族への人権弾圧を裏付ける文書が公表されることは非常に重要なことなんです。でこの文書は中国の少数民族に対する人権侵害を調べているイギリスの独立民衆法廷に今年の9月に提出されたものなんですね。 でこれまでは文書の一部しか内容が明らかにされていませんでしたただ今回のリークで今まで確認されていなかった情報が公表されて中国の人権弾圧の実態が明らかになったんです この文章の中には中国政府の高官が中国の少数民族を収容所に入れて強制労働をさせるよう指示したという発言の証拠が含まれているといいます。 えつまりこの人権侵害をリークした文書には習近平主席や李克強首相など中国共産党の指導者たちが中国の少数民族に対する弾圧につながる政策を行うように指示を出していたとこう書かれているんですね。 こうした政策の中には、強制収容や大規模な強制否認のための手術、あとは強制的な中国への同化のための再教育、あとは強制労働といったことが含まれているといいます。この文書ですが、実は2019年にアメリカのニューヨークタイムズにリークをされて、これをニューヨークタイムズも 報じていたんですけれども、この当時は全ての文書の内容が公表はされていませんでしたで。この文書を分析した専門家は、この文書が中国の人権弾圧に中国政府のトップが関与していることを証明する十分な証拠になると話しています。中国政府は今、世界中から人権問題で厳しく非難をされています。 世界各国が北京オリンピックの外交的ボイコットを検討しているこのタイミングでこうした報道が流れるのも中国にとっては大変痛いんですよね。中国政府による中国の少数民族に対する人権弾圧ですが2016年以降特に激しくなりました。 もともとこの少数民族が暮らす自治区は経済的に中国政府が積極的に開発を進めていたりもしたんですけれども、まあ、そのためにこの地域に暮らす住民に中国政府が圧力をかけていたんですね。まあ、そうなると少数民族の人々が中国政府に反発するのは当然ですよね。もうこの頃には弾圧をされていて声も上げることのできない彼らはたびたび中国の公安と衝突をしていたんです。 また、世界にこの現状を知ってもらうために、暴動がたびたび起きてもいたんですね。ただ、これは中国政府にとってはこうした暴動が都合が良かったわけです。テロとの戦いと称して、彼ら少数民族の取り締まりを強化しました。2016年頃から少数民族を対象に中国政府は再教育という名目で、彼らを強制的に施設に収容するようになったんですね。 そして強制労働をさせたりしたわけです子どもを家族から引き離して中国の共産党の思想を叩き込む教育も行っているといいますこれを中国の少数民族の約180万人に中国政府は行ってきたそうです アメリカやイギリスをはじめ欧米の国々が中国政府のこうした人道に反する犯罪行為を非難していますが中国政府はこれを全て事実ではないと強く否定していますただ今回こうした中国政府による人権弾圧を裏付ける文書の内容が公表されたことで 中国政府はまあそれでも言い逃れをしようとするでしょうが中国政府の立場は苦しくなるでしょうつい最近中国の有名テニスプレイヤーの女性が中国政府から圧力をかけられていることが問題にもなりましたこの問題も未だに何が起きているのかクリアにならない中で国際女子テニス協会は12月1日に 今後中国で開催されるすべての試合を中止すると発表しました。まあ当然ですよね。そもそもこんな平気で人権弾圧が行われているような国でスポーツイベントが開催されることが間違っているんです。 アメリカをはじめ各国が北京オリンピックの外交的ボイコットを検討していることについては、スポーツに政治を持ち込むもんじゃないと、中国政府と同じ言い分で反対する人もいますが、この外交的ボイコットは政治的な問題で検討されているわけではありません。これは人権問題なんです。中国での人権弾圧を無視して、 平和の祭典オリンピックを開催することはオリンピック憲章に反することなんです。また中国による人権弾圧は中国国内の少数民族や香港にだけ行われているわけではありません。最近スペインを拠点とする人権団体が発表した報告書によると なんと2016年から2019年の間に海外で逮捕された台湾人600人以上を中国政府が中国に強制送還させていたというんですね。どうやら複数の国が中国政府との犯罪引き渡し条約に従ってしまって台湾人を中国に引き渡していたというんです。 そのうち台湾人を最も多く中国に引き渡していた国はスペインとケニアなんですが、これを人権団体が国際人権法に違反していると主張しています。中国は今のところこの件については反応していませんが、中国としては台湾は中国の一部で一つの中国という考えなので当然と考えているのでしょう。 ま、こうしてお話ししてきたように、中国政府は国際社会から人権問題を指摘されているにもかかわらず、それを改善しようと動いたり、対処しようという姿勢がないんですね。こうした人権が脅かされるような国で、来年北京オリンピックが開催される予定ですが、ここに世界の要人が出席すれば、こうした中国政府による人権弾圧を受け入れたということにもなりかねません。 世界の国々はせめて北京オリンピックの外交的ボイコットをするべきです。今こそ中国の人権弾圧にノーを突きつけるべきだと思います。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。